こんにちは、アルファアドバイザーズの坂下です。これから米国の MBA 大学院大学ツアーに行ってきたいと思います。で今回は、ボストン、ニューヨーク、あとコネチカット、それからシカゴと、サンフランシスコ、ロサンゼルスと行くんですけれど もう15人の方に参加いただいて、すごく、ね、大人数になっていきたいと思います。で各学校、ボストンはハーバード、MIT、ハルト、それから、コネチカット、イエールですね。あとはコロンビア、ニューヨーク大学、サンフランシスコでスタンフォード、それから USC、 各学校でアドミッションの方、それから日本人の在校生の方にたっぷりお時間をいただいて、毎回毎回ね、説明会とかアルファのためにしてくださって本当にありがたいと思ってまして、このビデオも撮りたいと思っております。でこの前の動画で元シカゴ大学ビジネススクールのアドミッション、もう何千何万件ものアドミッション見てきた、アドミッション元アドミッションの方もキャンパスビジットね、もう絶対行くべきっていう話をしていて、どういう風にしたらいいかっていうのもお話し、していただいたので、ぜひ見ていただければと思います。でこれから2024年の秋入学もまだ間に合う学校がありますし、2025年の入学に向けて準備している方もたくさんいます。英語ができないとか、いや留学どうなんだろうって思ってる方も、ぜひまずは相談いただいて、留学もそれから日本国内でまずは転職っていう道もね、いろいろサポートしております。留学に関してはビジネススクールの他にも、最近だとコンピューターサイエンスとかデータサイエンス、あとファイナンシャルエンジニアリングで、それ以外の教育、公共政策、そういった大学院 もう今アルファ日本一アプリカントの数見てますし、ノウハウも実績もたくさんあるので、ぜひ早めに相談いただいて、留学の方は準備するとか、転職にしてもですね、プロがついて準備すると全然結果が違うことになると思いますので、ぜひお早めにご相談ください。アメリカに行っても各学校でビデオを撮りたいと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。それでは行ってきたいと思います。